サンワーキン川は、アメリカ合衆国カリフォルニア州を流れる、中部カリフォルニアで最も長い川である。589キロメートルの長さを誇る川は、シエラネーバダ山脈から始まり、サンホワキンバレー北部の豊かな農業地帯を流れ、サスーン湾、サンフランシスコ湾を通過し太平洋に注ぐ。灌漑の水源として、重要なだけでなく、緑の回廊にもなっている。 サンワアキン川はカリフォルニア州を流れる川の中では最も多くのダムがあり、また流路変更も幾度となく行われた。サンホアキンバレーには8000年以上前から人々が住み着いており、さきコロンブス期のカリフォルニアでは長きにわたって人口が集中していた場所の一つであった。18世紀後半から主にスペイン人とアメリカ人の多くの探検家、 ついで開拓者がサンワアキン川流域に押し寄せ、先住民を搾取、排斥した。新たにやってきた人々は、流域の豊かな天然資源、水資源を占有し、農場や都市で利用したが、彼らは洪水や干ばつに悩まされた。サンホアキンバレーは、平坦な地形をしているために、一旦洪水が起こると下流部は広大な内海溶かす。20世紀、多くの堤防、 ダムがサンワーキン川やその支流に建設された。これらの土木工事は川の不安定な環境を変え、トゥーレアリコはサンワーキン川流域から切り離された。かつては数百から数千のサーモンが散乱し、数百万羽の渡り鳥もやってきたが、川から大量の水を水路や運河に供給したことにより、水量は20世紀から劇的に減少してしまった。サンワーキン川は、 様々な名前で呼ばれてきた。現在の名前で呼ばれるようになったのは1805年から1808年に遡る。当時、スペイン人の探検家、ガブリエル・モラガが、ミッションさんのゼノ東方で伝道書を作ることができる場所を探していた。モラガは、川の支流を、アンナの夫で、マリアの父である聖ヨアキムから取って名付けた。モラが選んだ、この名前は、 1810年頃には、川全体の名前として使われるようになった。1827年、ジェデッドアイアスミスは日記に、あるインディアンのグループはこの川を、ペタキュトリと呼んだ、と記した。これは、アメリカ地質調査所や地名情報システムでは、公式な内容として挙げられている。物語では、ティッペサイエイチフーと呼ばれ、重要な、または偉大な川という意味である。 サンワーキン川下流の初期の名前はリオデ・サンフランシスコであった。この名前はスペイン軍人のペドロ・ファヘスが率いた探検隊に同行していたフアン・クレスピ神父がサクラメント・サンワーキン・デルタの南から流れてくる川に名付けた。彼は見晴らしの良い場所から川を眺めたが、それは現在のサンフランシスコの背後にある丘の上だった。リオサン・ファン・バウティスタも 初期の別名であるが、その由来は分かっていない。川の源流は、アンセル・アダムス・ゲニアである。シエラネーバダ山脈中部南部で3本の大きな支流が合流する。中支流は、標高約3000メートルのサウザンド・アイランド湖から流れ出る。北支流はライエル山の2.9キロメートル南が、源流である。南支流は、キングズ・キャニオン国立公園内のフローレンス湖。 マーサ湖から流れる。普通は中止流が本流の一部だと考えられる。サンワーキン川が山がちな源流部から標高の低い丘陵部を流れる間に4つの水力発電のためのダムがある。川が丘陵部から平地に出るあたり、かつてミラートンの町があった場所には1942年にフライアントダムが完成し、ミラートン湖を形成している。フライアントダムより、 下流では、サンワーキン川は、セントラルバレーの南部を占めるサンホアキンバレーを、南西から西に流れ、フレズノの北を通過する。この辺りから面倒田市までの 97km は、川の水の大半が、水路に回されるために、しばしば水無し川となる。面倒田市付近ではデルタ面倒田運河や、フレズノの町からの水によって、川が満たされる。サンワーキン川は、 面倒足しから下流では北西に流路を取り、多くの天然、または人工の水路を通過していく。ドスパロス市の北東でフレズノ川、チャウチラ川が合流する。さらに、約80キロメートル下流では、バーセド川が合流する。川の大部分は、のどかな田園地帯の低地を流れている。川が蛇行しているために、サンホアキンバレーの大半は、なんとか都市化から逃れてきた。 モデストの約1 8トル西でサンワーキン川最大の支流であるトゥオールミ川が合流する。バーナリス付近でも大きな支流の一つであるスタニスラウス川が合流する。マンテカシアトレーシー市を通り、サクラメントサンワーキンデルタのすぐ上流部でオールド川とミドル川の2つの川が本流から離れ分流する。川口から約 64km まで来ると流域でも 有数の規模の都市であるストックトンの西園部を通る。ここから川口までは高校維持事業の一部として、春節が行われている。満潮停線より下流では三角州が作り出した。多くの島の間を通り、カラベラス川、マカラムニー川が合流する。サクラメント川との合流部手前、アンティオックでは川幅は約1500メートルまで広がる。川は最終的に、 サスン湾へと注ぐ。サクラメント川と合流した後は、カルキネス海峡を抜け、サンフランシスコ湾から太平洋へと注ぐ。農業が発展する前のサンワーキン川の年間平均流量は600万から790万エーカーフィート、毎秒240から310立方メートルと考えられている。以前には千四百万エーカーフィート、毎秒百五十立方メートル以上と、 推計されている。サンワーキン川には、フレズノ川、チャウチラ川、マーセド川、トールミ川、マリポサ川等、中赤平野を自由に流れる多くの支流がある。川の主要な支流はすべて、シエラネーバダ山脈が源流である。海岸山脈からの川の流れは、断続的で、サンワーキン川の本流には、わずかな水量しか流れ込まない。冬から春、初夏にかけては、 嵐や雪解け水が川を満たす。ダムの建設や灌溉用水への転用が進む前、1914年のカリフォルニア州土木局による推計では、最も多い時で毎秒9200立方メートルの流量があった。夏の終わりから秋にかけては川の流量は少なくなる。歴史的にはトゥーレアリ湖からの地下水によって雨の少ない季節でも川の流れが維持されてきた。 現在、デルタ地帯より上流部のサンワー・キン側の年間平均流量は約450万エーカーフィート、毎秒240から310立方メートルである。サスン湾から126キロメートル上流、スタニスラウス側の合流部より4.2キロメートル、カルーにあるバーナリスにあるアメリカ地質調査所の観測所によれば、1924年から2011年の サンワーキン側の流量の平均は330万エーカーフィート、毎秒128.1立方メートルであった。最も流量が多かった年は1983年で1540万エーカーフィート、毎秒603立方メートル。最も少なかったのは1977年で41.6万エーカーフィート、毎秒16.3立方メートルであった。 最大の流量を記録したのは1950年12月9日の毎秒2200立方メートル。逆に最も少なかったのは1961年8月11日に記録した毎秒0.85立方メートルである。バーナリスでのサンワーキン側の月別平均流量、地質学上ではサンワーキン側は大きく2つの部分に分けられる。フライアントダムより 上流の1 5 6キロメートルは岩がちなシエラネバダ山脈の急斜面を下る急流である。数百万年以上にわたって、サンワー・キン川やその支流の上流部の山地では、膨大な量の岩石や土砂が浸食されてきた。シエラネバダ山脈の地下の大半は、中世代の河口岩や変成岩で構成されている。さらに、サンワー・キン川の支流の多くは、金の マザーロードとしても知られる、編成火山岩の地域を横切っている。川の下流 431km は、対照的に新生代の奇跡層を曲がりくねりながら、流れ、極めて平坦なセントラルバレーを構成する。サンワーキン川下流には巨大な堆積物の層が、基板岩の上に、厚さ 9.7km15.3km にわたって堆積しており、 一般的には北に行くほど堆積層が厚くなる。海岸山脈が形成される以前に侵食作用によって、シエラネーバダ山脈から6100メートル以上の土砂が堆積した。サンワー・キン川やその支流の原型となった川は、この中石平野を西へ流れ、堆積物を海清掃の上へと運んでいた。北アメリカプレートと太平洋プレートの境界に沿って、 働く沈み込む力によって、400万年から200万年、前に、海岸山脈が隆起し、現在セントラルバレーとして知られる、閉ざされた平原が形成され、サンワーキン川は、現在の流路で海に注ぐことになった。透水性が高いために、サンワーキン川の地下には、アメリカ西部でも最大級の耐水槽が広がっている。水は、サンワーキン川とトゥレアリコの地下にあり、 その量は約6億8600万エーカーフィートと推計され、そのうち約半分が組み上げられ利用されてきた。大水槽には年間に160万エーカーフィートの水が流入しており、その大半は構成や灌漑用水から染み出してきた水である。サンホアキンバレーの南端で発見された出土品は、この地域に12000年前から遅くとも5000年前には、 人類が初めてこの地に到達したことを示している。二つの大きな部族のグループがあり、一つはサンホアキンバレーの北端からサクラメントサンワーアキンデルタに居住していたミオク族、二つ目はヨクウト族でサンワーアキン川流域の南部を中心に広く分布していた。ヨーロッパ人がやってくる前はサンワーアキン川は肥沃な大地と広大な湿地の中を流れており、 数年ごとに洪水が発生しては、バレエの大部分を湖へと変えていた。バレエの最南部にはかつて、アメリカ西部の淡水湖では最も面積が広かった、トゥーレアリ湖があり、この湖は、湿地や小宅地を介してサンワーキン川につながっていた。豊かな動植物に囲まれていたサンワーキン、カールー域は遊牧生活をする人々が立ち寄るだけで、なく、生活する場所としても好まれた。 先住民の大半は狩猟最終民で、豊かなこの地で、自給自足の生活をしていた。18世紀のサンホワキンバレーの人口は6万9千人以上と推計され、北、アメリカで最も先住民の人口が集中していた場所の一つであった。マリポサのインディアンの宿営サンワーキン川流域の先住民の大半で構成されていたヨクウト族は、 チャウチラ川からはるか南のカーン川にかけてのシエラネバダ山脈の山麓から流れ出る小川沿いで生活していた。山地の東側ではチュマシュ族やパイユート族に支配されており、一方西側の商宅地には様々な先住民が暮らしていたが、おそらく定住者は少なく釣りや狩猟の良いスポットとなっていたであろう。対照的にミオク族は シエラネバダ山脈の中からマーセド川、マカラムニー川、サクラメント川支流のアメリカン川など北に広がり、さらにデルタ地域の西側にも広がっていた。サンワーキン川流域のミオク族の大半にはシエラ、ミオク族という名前が付けられた。サンワーキン川やその流域の川沿いの人々は、小さなバンドや部族に分かれて暮らしていたが、それぞれに特徴的な名前はなかった。 集落は小さく、キャンプ程度の大きさが普通で、100人以上の住民が集まっていたことは稀だった。未獄族は集落から数マイル以上移動することはほとんどなく、集落の住民は近隣の村より外側についての知識に乏しかった。サンホアキンバレーの住民の主食であるドングリからケーキなどが作られた。天然の花崗岩にドングリを押し潰すという、 単純な手順で、どんぐりは粉にされた。1772年、ペドロ・ファヘスは、先住民でないものとして初めてサンワーキン川を見た、ことを記録した。ファヘスと、彼に同行したファン・クレスピ・シンプラは5月30日に、サスン湾近くのディアブロ山に到達し、サクラメント川、サンワーキン川、マカラムニー川の流路を、じっくりと眺めた。他の物語では、 ファヘスの名前については言及されていないが、クレスピは1772年にサスン湾に到達したうちの一人だと言われている。この遠征中において、クレスピはサンワー・キン川をエルリオ・デ・サンフランシスコと呼んだ。この名称は広く使われることはなかったが、19世紀初期までは残っていた。フアン・クレスピが1772年にサクラメント・サンワー・ーキンデルタを眺めた。 ディアブロさん。手前は、サスン湾ン1772年の秋、ファヘスは、スペイン軍の脱走兵を追いかけてミッション、サンルイスビスポデトロサから出発し、現在は、週刊高速道路5号線が通っているて、本峠を通過して、テハチャピ山地を越え、東から北へと向かった。山地を越えた後、彼は、サンホアキンバレー南端に、ブエナビスタ湖を見つけた。しかしながら、 彼はさらに北へと足を進めることはなく、従ってサンワーキン川の本流のさらなる探索はしていなかったということになる。サンワーキン川流域に大きく残されていた未知の場所には、1806年にスペインの探検家ガブリレル・モラガが初めて訪れ、それに続き複数の探検隊が電動所を建てられる場所を探しにやってきた。モラガは現在のサンベネト郡にあった。 ミッションサン・フアン・バウティスタを1806年9月21日に出発し、東のサンホアキンバレーへ向かった。彼らは、シエラネバダ山無役西側の山麓の周囲をめぐり、多くの地名を命名した。この地名は現在でも使われている。1807年から1808年にかけて、モラ川再びサンホアキンバレーに出発した。この時に、彼は、聖。 ヨアキムにちなんで、現在の川の名前を命名した。彼はまた多くの支流にも名前を付けた。初期のサンホワキンバレーへの探検隊において、当初はスペイン人と先住民との関係は友好的だった。しかし、先住民たちが慣れてくると、後にサンワーキン川流域にやってきたスペイン人を利用するようになった。早くも1807年にはモラガの探検隊が、 一部の先住民は敵意を持っており、馬を盗もうとしていると報告していた。確かに、彼ら先住民は、牛や馬を食料として盗み始めており、スペイン人は、その報復として、キャンプや村落を燃やし、先住民の子供を伝道所で、強制的に働かせていた。この対立は多大な文化的な損失をもたらし、双方の暴力は絶えずエスカレートし、 明確な終わりは見えなかった。19世紀初期、スペイン軍は頻繁にサンホアキンバレーを吸収した。スペイン軍は、ヨクウト族やミオク族ら数百人の先住民を人質に取り、サンフアン・バウティスタ、サンノゼ、サンフランシスコ・ネアシス等の近くの伝道所へ連行した。戦闘や伝染病により、 モラガが記述したサンワーキンカワカリューのまとまった24の村落を含め、サンホアキンバレーの先住民はほとんど絶滅した。シエラネーバダ山脈の山麓や高所で暮らしていた、先住民はほとんど記述がされていないが、スペイン人に対抗していた。ヨーロッパ人の強力な軍事力は、先住民を彼らの故郷からはるか遠くへと押し合った。1821年に、 カリフォルニアがメキシコの一部となってからも、スペインの伝道所が世俗化され、この結果多くの奴隷化された、先住民が解放されたにもかかわらず、状況は変わらなかった。さらに、1820年にロサンゼルスとサンフランシスコ湾を結ぶエルカミノビエホがサンホワキン、バレーの西側に沿って開通し、バレーに定住者を引き入れた。メキシコ統治時代、サンホワキンバレーにあった、 伝道書の土地は裕福な地主へ再分化され、メキシコ人とネイティブアメリカンとの対立がさらに深まった。先住民の著名な指導者であったヨクト族のエスタニスラオは、1820年代後半にメキシコ人に対して暴動を起こしたが、最終的には1829年にスタニスラウス側で敗北した。今日のこの川の名前は彼から取られた。 アメリカ人で初めてサンワーキン側を見たのは、おそらく、マウンテンマンや、罠漁師として有名だったジェデッド・アイア・スミスと思われる。1826年、スミスは当時メキシコ政府の支配下地域であった、カリフォルニアのミッションサン・ガブリエル・アルカンヘルに到着した。このことは、カリフォルニアに外国人が入ることを禁じる法律に違反しており、彼は、 スパイ容疑で逮捕される可能性もあった。彼は、サンホワキンバレーの北部へ移動し、ビーバーを探した。彼はこの地域の肥沃さと自然の美しさを記述し、また、彼が通過した村で生活していた、ネイティブアメリカンは明らかに平和だったとも記した。彼の遠征は、その後東に転じシエラネーバダ山脈を越えようとした。キングス川とアメリカン川を経由して、 山脈を越えようとしたが、この時は、早春で、雪が、まだ深かった。最終的に、遠征隊は、スタニスラウス川の谷に沿って、山脈を越えた。これは、白人が徒歩で、シエラネーバダ山脈を横断した初めての記録であった。スミスの遠征隊がサンワーキン川、またはその支流で金を発見していたかどうかは、未だ議論がなされている。 遠征隊の数人は金を確認していたが、スミス自身の日記では貴金属について一切言及されていない。1830年代前半、太平洋岸北西部からサンホワキンバレー南部を探検しにやってきた数人の罠漁師は、あわやのところで恐怖に出くわさずに済んだ。ヨーロッパ人から意図せずに持ち込まれた天然痘やマラディアによって、 サンワーキン川の回路地帯では1833年の夏の間だけで全体の50から75%の先住民が死亡した。この大流行はすぐには終わらず、数年続いて5万から6万人の先住民が死んだ。後に急激に収束した。探検家のキットカーソンは1839年に次のように記している。これら、または、 その他の災難が彼らの間で大流行した。恐ろしい災難は猛威を振るい、彼らは死者を埋葬、または仮装することもできず、空気は腐った体の悪臭で満たされていた。カリフォルニアがメキシコの支配下にあった時代は人もまばらで、もっぱら牛の放牧が行われていた。ところが、1846年にカリフォルニアがメキシコから独立を勝ち取り、さらに数ヶ月後に、 アメリカ合衆国の一部となってからは、アメリカ人の移住者がバレーに流れ込んできた。そのちょうど数年前では、ベンジャミン・デイビス・ワトソンは、牛の群れを彼のリバーサイド牧場からサンホアキン、バレーを通りストックトンまで運び、そこでは一人も白人を見なかったと報告した。しかしその後移民の数は、少しずつ増えていき、キングストン、ミラートン、フレズシティといった町が作られた。 新たにやってきた人々の中には、サミュエル・ブラナンに率いられた、モルモン京都の集団おり、サンワーキン川とスタニスラウス川の合流点付近に、開拓地を設立し、ニューホープ、または、サンワーキンシティと呼ばれた。カリフォルニアゴールドラッシュが、引き金となり、1848年には、移民が殺到した。わずか1年以内でサンホワキンバレーの人口は8万人以上に、膨らんだ。 サンワーキン川下流のストックトーンは穏やかな田舎から盛んな交易の中心地や近郊脈を目指す採掘者が立ち寄る場所へと急速に発展した。後にストックトンドサンゼルスロードとなるミラートンロードなど粗末な道路がバレーの端から端まで広がった。サンワーキン川の河川周運はすぐに重要な交通手段となった。船の操縦者たちが ジューンライズと呼んでいた時期は、雪解け水により、サンワーキン川が1年で、最も水量が多くなるため、はるか上流のフレズノまで、大型船が航行することができた。伝えられるところでは、ゴールドラッシュのピークの数年間、ストックトン付近の川は、近郊床に向かうために見捨てられた数百隻の外交船でいっぱいだったという。多数の動かない船は川を封鎖してしまったので、 船の通り道を確保するために燃やされることもしばしばあった。ゴールドラッシュによってサンワーキン川流域には数万人が引き寄せられたが、近郊床は数年で尽きてなくなり、サンワーキン川上流や支流で砂金が再興されるだけとなった。彼らの内奥はサンホワキンバレーに住み、ストックトン、フレズのベーカーズフィールド等の町でその大半が暮らしたが、 新たに開拓地を築いた者もいた。この開拓地のうち、サンワーキン川とスタニスラウス川の合流点付近にあったサンワーキンシティは、おそらくゴールドラッシュ最初期において最大の新興都市であったと考えられる。1851年に設立された、この町は1880年に衰退するまでかなりの規模を維持した。その他に、 規模はかなり小さいが特筆すべき、開拓地としてはラスフンタスがあり、現在の面倒タ付近にあった。これらの町は、犯罪の温床で逃亡犯も、数多くおり、悪名高い武法者のホアキン・マリエータやティブル氏を、バスケスも出入りしていた。1860年代半ば、サンワー・キン川周辺は、灌漑農業の導入によって、人類史上でかなり大きな変化を経験した。 早くも1863年には、フレーズノ南東のセンタービル地域で小規模な、灌外用水路が建設されたが、その後の洪水で破壊された。地域の小さなインフラでは脆弱性があったため、水路の建設、維持を担う灌外地区が組織された。灌外地区は、マーセド川に主水ダムを建設し、現在も水路に水を送り続けている。1873年に設立された。 カーン軍土地、水会社は1873年に、陶器家のジェームズ・ベン・アリ・ハギンによって設立された。水路システムによって16万ヘクタール以上の農地を供給した。しかし、ハギンは、河川利用権をめぐって、他の地主とすぐに対立した。地区が広がるにつれて、積立金を増やし、工学的な専門知識を獲得し、ダムやより大規模な水路を建設した。 この結果、川は下流に到達する前に干上がってしまい、どの程度水を割り当てるかについて、下流の地主との間で意見が対立した。ハギンのケースでは、ヘンリー・ミラーとチャールズ・ラックスによって経営されていた、ミラーラックス社との間に問題が発生した。同社は、サンホアキンバレー、トゥーレアリコなど、カリフォルニアで40万ヘクタール以上の土地を所有していた。 彼らの法廷闘争は結果としてサンワーキン側の推理権や法律を変え、大規模なアグリビジネスが推進されることはなくなった。考えされた農場の例、サンホアキンバレー北部トレーシーとマンテカの近郊、ミラーアンドラックス社は20世紀に入ってからもしばらくバレーでのアグリビジネスに影響を与えた。同社は1858年からバレーの土地を獲得し始め、 最終的には、南は、カーアン側から、北は、チャウチラ側まで至る広大な帯状の土地を支配した。その土地の大半が、沼地や湿地で、事実上価値はないと考えられていた。しかしながら、会社の巨大な資本は、数千エーカ間ーの土地を排水するほどの余裕があり、ついには、サンワー・アキン川とトゥーレアリコに隣接した湿地の95%を、 消滅させるという大きな環境の変化をもたらした。ヘンリー・ミラーは州での強力な政治権力を行使しており、サンホアキンバレーの住民は彼を熱心に支援するか、または軽蔑するかのどちらかだった。ミラーは1916年に亡くなり、彼の会社にはサンホアキンバレーの36万ヘクタールの土地と十分に開発され、維持された数百マイルの灌え用水路が残された。 ミラーの息子で、考えの監督者だったトム・モットによれば、ミラーは、この土地は、水とうまく調和しなくてはどうにもならないと理解していた。おそらく他のどんな人よりも、ミラーは、サンワー・キン川に永続的な影響を与えただろう。早くも20世紀には、サンワー・キン川や支流から、多くの水が流用されていたために、川はもはや航行するには適さなくなっていた。この結果、 商業的な高校は19世紀末から衰え始め、1911年には完全に消滅した。1900年には川に沿って14万ヘクタールの土地が考えされており、川や支流はとても細く、水深も浅くなっていった。自然環境や水の供給の持続可能性に多大な影響を及ぼし、州の水政策も大きく変わった。三和金川とその支流では、 ありとあらゆる議論が巻き起こったようである。川が原因となって引き起こした裁判は最も激しく長い訴訟のうちのいくつかであり、これまで裁判の進行を停滞させている。ほぼ間違いなくアメリカで最も訴訟が多い川であると言われている。20世紀初頭までカリフォルニアでロサンゼルスより北の都市では急速に人口が増加し産業が発展したため、 新たな電力の供給源を探していた。先見の民があった鉄道王のヘンリー・ハンティントンと技術者のジョン・ s イーストウッドは現在サザン・カリフォルニア・エジソンとして知られる電力会社を1902年に設立した。会社はミラーラックス社からサンワーキンカー上流の推理権を獲得した。同年、ハンティントンとイーストウッドはビッグ・クリーク水力発電プロジェクトという サンワーキン川や支流の源流の水を活用した世界で最大級の水力発電システムとなり得る計画を考案した。水力発電施設の建設にはサンワーキン川本流にはマンモスプールダムとレディンジャーダム、さらに支流には4カ所の貯水池も含まれており、合計で6億9000万立方メートルの貯水量がある。全部で8つのダムと地下トンネルがあり、 最も長いものは6600メートルの長さがある。発電所は9カ所あり、発電能力は合計で1014メガワットである。20世紀に段階的に建設され、最も新しい発電所は1987年に稼働を開始した。1900年代初頭のサンワーキン川上流での水力発電の発展は、サザンカリフォルニアエジソンだけに限ったことではない。 1910年、サンワーキン電力会社は、サンワーキン川支流のウィロークリークにダムを建設し、クレーンバレー水力発電計画の一部として、バスコを形成した。バスコからの水は1917年に稼働した、サンワーキン側の発電所に流用された。1919年にはさらに2カ所の発電所が増設され、発電能力は28メガワットに増加した。 クレーンバレー計画とサンワーキン電力会社は1909年にサンワーキンライトパワー社1936年にはパシフィックガスエレクトリックカンパニーと次々に買収された1920年 PG&E のケルクホフス水力発電計画の一部としてケルクホフスダムがビッグクリークから 16km 南西に完成した当初は ミラードンコのケルクホフス第一発電所のみが稼働し、発電能力は38メガワットであった。あとに155メガワットの発電能力を持つ、ケルクホフス第二発電所が完成した。かつて、バレーの農業が発展する前、サンワーキン川は、上流のフレズノまで蒸気船で遡ることができたが、次第に川は細く、流れも遅くなった。それに加え、このことは以前は、 川底から洗い流されていた沈泥が川に多く、堆積し、さらに川の水深を浅くした。19世紀末、ストックトンは重要な海溝であったが、海へとつながるサンワーキン川が急速に沈泥で塞がれていき、次第に陸地に囲まれていった。20世紀初頭、春節によって、川の下流は最低限の水深を維持することが提案されたが、 第一次世界大戦の勃発により中断された。1925年、市はストックトン港から下流の 66km を浚渫するために130万ドルの交際を発行した。1926年、ストックトンは連邦政府や州政府と共に資金を融資し合い、合計で820万ドルとなった。水路の建設は1928年から本格的に着手され、 川幅や川床が広げられた。この事業には蛇行した河川を直線的な流路にさせる稼働生成も含まれ、かつての蛇行した流路は三日月湖として切り離された。川の全長は 6.4km 短くなり、水深は 11m まで深くなった。川の水深を確保する事業は、他にも1968年と1982年に行われた。 ところが、この事業により、サンワーキン川下流における水中の酸素濃度が低下し、魚の数が減少するという予想外の事態がもたらされた。このことは、水深が浅いストックトン上流部から、水深の深い水路への急激な形状の変化や、港や市街地からの汚染、潮汐混合の低下などの複合的な要因による結果だと考えられる。 早くも1870年代には、州や連邦政府の機関は、セントラルバレーには水を輸送する大規模な計画が必要だと認識していた。1931年、カリフォルニア州は、ダムと運河の建設によって、サクラメント側から急速に水量が減少している、サンワーキング川へと水を輸送する、ステートウォータープランを考え出した。この計画はアメリカが、 世界恐慌に直面していた時にはまだ計画段階であり、州は設備を建設するための資金を調達することができなかった。結果として計画は連邦政府に引き継がれ、事業の担当はアメリカ陸軍工兵司令部と内務省土地改良局との間で何度か入れ替わった。最終的に1937年の河川公安法で土地改良局に委任され、 ニューディール政策の一部として事業が行われた。一連の大規模な建設事業は数百万人の失業者に仕事を提供することを意図していた。サンワーキン側の主要なダムであるフライアントダムの建設は1937年に着工され、1942年に完成した。このダムは灌漑や洪水調節に役立っていたが、最大の目的は、 サンホアキンバレーは北西に流れちゃうチラ川に至るマデラ運河とはるか南のトゥーレアリコに水を運び最終的にカーン川に至るフライアントカーン運河に分水することであったいずれも灌溉や浄水道のための運河として主に農業用に水を提供しているフライアントダムから供給された水はフレズノ郡、カーン郡、マデラ郡、 トゥーレアリ群の40万ヘクタールの農地を潤した。フライアントダムからサンワーキン川の下流に分水される水量は、フライアントダムのすぐ下流の地域に水が供給される分を除けば、ほとんどの都市でごくわずかに過ぎない。面倒たダムは、その規模の小ささにもかかわらず、考えするための水の配給の鍵となった。ダムは百七十一年に建設され、当初は、 サンホアキンバレーの川沿いの低地を流れるメインリフト運河に分水していた。1951年、メンドウタダムは 188km 離れたサクラメント川の川口から、この地点では通常水量が少ないサンワーキン川へと毎秒130立方メートルを輸送するという土地改良局が計画したデルタメンドウタ運河の終端となった。 面倒多ダムから供給された水は二つの目的地へと向かう。一方は別の小さな取水ダムのサックダムからサンワーキン川下流へ排水され、もう一方はキングス川から水が干上がるような乾燥した時期にフレズの沼地へ流れる。校舎は沼地から天然の水路を通りトゥーレアリコとつながっている。季節により水の流れる方向が変わり、雨量が多い時期は、 北のサンワーキン側へ逆に乾燥した季節は南のトゥーレアリコへ流れる。フライアントダムをはじめ多くの洪水調節ダムがあるにもかかわらず、1950年代後半には大規模な洪水が発生し深刻な被害を与えた。1944年洪水調節法では洪水に備えるためにサンワーキン側の一部に沿った堤防の建設も含まれていたが、バレエの農家は 完全には満足しなかった。数年にわたるロビー活動の後、州政府を説得して大規模な分水路、堤防による大規模な洪水調節システムを認めさせた。この中心となるのはイーストサイドバイパスでサンワーキン側の東側を平行に流れることから名がついた。巨大な計画の着工は1959年で完成したのは1966年であった。 フライアンドダムのダム湖であるミラートン湖。サンワーキン川本流では最大である。川のバイパス事業は、チャウチラ・ウンダバイパスから始まった。面倒タの数マイル上流で本流から分かれ、最大毎秒160立方メートルを分水できた。その後フレズノ川と交差し、イーストサイドバイパスと呼び名が変わる。さらに北西に流れ、ベレンダヌ町、アッシュヌ町、チャウチラ川、 オーウェンズ川、ベア川など多くの支流と交差する。終端部近くでは、毎秒約520立方メートルの水を流す、容量がある。イーストサイドバイパスは、マーセド川との合流点のすぐ上流が終端である。バイパス水路の堤防の方がサンワーキン川本流の、堤防よりもしっかりした造りになっており、そのために、バイパス水路に、すべての水が分水され、 サンワーキン川本流は、ところどころで干上がることもある。フライアントダムによってせき止められて作られてたミラートン湖は64億2000万立方メートルというかなりの貯水量があるが、ドンペドロ湖やパインフラット湖といった他のサンワーキン川のダム湖と比較すると小さい。土地改良局とカリフォルニア水資源局は、フライアントダムの数マイル上流に新たなダムである。 テンペランスフラットダムの建設を計画している。計画では走行費は12億から35億ドル、包み高は203メートル、貯水量は155億立方メートルで、ミラードン湖のほぼ2倍の容量がある。ダムの建設により、洪水の調節、貯水量の増加、水力発電、乾燥した季節にも下流に多くの水を供給できることなど、計画の提案者は、 多くのメリットを言及している。貯水湖の水深が深いため、川の水温を低い状態で維持できるという利点もある。新たな貯水湖は25億7千万立方メートルと、推計される水を供給する。しかしながら、サンワーキン川上流には、マンモスプールダム、第六ダム、レディンジャーダム、ケルクホフスダム、フライアントダム、さらに支流にも多くのダムがあることで窮屈になっており、 よほど雨量の多い都市でなければ十分な水を供給することはできないと主張している。新たな貯水庫は釣りのスポットや歴史的な場所でもある急流を2 4トルに渡って消滅させ、さらにビッグクリーク水力発電所が水没するために合計の発電量は減少する可能性もある。テンペランスフラットダムはかなりの量の水の蒸発を引き起こすことになり、 サンワーキン川がすでに水の供給で負担がかかっているところにさらなる負荷をかけて水を満たす必要が生じる。数百年前、サンワーキン川はカリフォルニアプレーリー、カリフォルニア一年生草原、またはセントラルバレー草原として広く知られている草地と沼地が中心の地域を自由に流れていた。サンホワキンバレー、トゥーレアリコ、さらに サクラメントバレー、シエラネバダ山陸、海岸山脈の草原では、バンチグラスの一種である、パープルニードルグラスが、支配的であったと広く考えられている。現在、この植生群落は、バレーの農業が発展したために孤立した、小さな地域にしか残っていない。かつて、パープルニードルグラスが群生した場所は、その植物症の大半が一年生のライムギア、 カラスムギ類などの外来種へと変わっている。外来種によって形成された植生群落はバレー草原と呼ばれることもあり、北はレディング付近から南はベーカーズフィールドに至るまでセントラルバレーの至るところに広がっている。サンワーキン川と草地、沼地は太平洋渡り鳥飛来経路に沿って飛来する渡り鳥が休息し繁殖する場所を提供している。 かつては、サンフォワキンバレー、とりわけ現在は観択されているトゥーレアリコには、数えきれないほどの渡り鳥が飛来した。カナダガン、マガモ、ハクチョウ、ペリカン、ツル、コガモ、大シ,シンギなど、数百万羽の鳥が青い空を埋め尽くして、暗くなり、耳をつんざくような葉音と鳴き声がした。太陽を覆い隠すほどの巨大な鳥の大群が、突然飛び立つのを、 どのように真似したら良いだろうか。初めて湖のそばでキャンプを張った白人は、貨物列車の豪音と鳥が飛び立つ音を比べただろう。歴史的には、草地、広い湿地、湖の縁は、プロングホーンミュールジカ、トゥールワピチといった大型の草食動物、さらにキットギツネなどの肉食動物の生息地となっていた。これらすべての種は、 彼らの生息地が高地となったために生息数が劇的に減少してしまった。人類の活動は湿地の95%や元々は山緑部の川沿いに生息していたカリフォルニア多くの森林、かつて湿地や湖の園に多く自生していたトゥーリーも変えてしまった。サクラメントサンワーキンデルタでは農業やインフラがかなり発展しているにもかかわらず、 湿地や水たまりが豊富に残されている。19世紀以前、デルタ地帯には栄養分に富んだデータン、沖積層、曲がりくねった水路で構成された無数の島の地域であった。この頃からデルタ地帯の島の大半は工作され、その結果最大7.6メートルも地盤沈下した場所もあった。川からの分水は塩分濃度を増加させ、 かつてこの地域に生息していた魚類の数は減少した。世界自然保護基金の定義では、サンワーキン川流域は、サクラメントサンワーキン淡水生態系地域の一部で、あり、約40種の淡水魚を保護している。これらの中には、ヤツメウナギ、チョウザメ、サンフィッシュ、ペルカ族、さらにサケ類や、ニジマスなどの海遊魚も含まれる。サクラメント川の上流が、 スネーク川とつながっていた地質学的には古代の頃コロンビア川流域から下ってきた魚もいたと考えられている。最大で75%の種がサクラメントサンワーキン川流域の固有種である。最も古くから生息している魚の種族は侵入した他の種に捕食されたリダムの建設のために打撃を受けている。 1993年から1995年の研究では、サンワーキン川本流には主に、ファットヘッドミノー、レッドシャイナー、スレッドフィンシャット、インランドシルバーサイドが生息しており、これらはすべて外来種である。支流の下流部には主にオオクチバス、コクチバス、レッドイヤーサンフィッシュ、ホワイトキャットフィッシュが生息していた。一方で上流部には、 外来種のブラウントラウトも生息しているが、比較的多くの固有種が残っている。スタニスラウス群の流域には、サンワー・キン川国立野生生物保護区が設置されている。サンワー・キン川は、とりわけ下流ではアメリカで、最も汚染された川の一つである。長年にわたる農薬や、肥料の散布、また都市から流出した水は、川や支流において、セレン、復化物、 硝酸塩などの化学物質の濃度を高めた。セレンはバレーの西側の土壌や海岸産脈から流出していると考えられている。さらに、サンワーキン側は、灌漑によって洗い流されたミネラル分を多く含んだ水が原因となり、高い塩分濃度が慢性的に問題になっている。放棄された鉱山からは、有毒な酸性の排水が支流へと流出している。 環境汚染が最も深刻なケスター村著水池は農業排水の処分場所と鳥獣保護区を兼ねている。当初、動植物は人工の湿地に生息していたが、1983年、着実に濃度が増加していた化学物質や有毒物質が原因で鳥類が死に深刻な危険も生じた。その後数年で、かだを除いたすべての魚類が死滅し、藻類は、 汚水の下で急速に増殖した。これらの事実は、サンワーキン川の環境に悪影響を与えてきただけで、なく、デルタ・メンド運タ・ウンガなど、カリフォルニアの規模の大きな水路のほとんどにも汚染を引き起こした。考えが発展する前、サンワーキン川や支流にはかつては、春から夏、晩秋にかけたは、血抜くサーモンを含む、大量の太平洋酒族が遡上していた。 カリフォルニア漁業主猟局は1930年代に年間約20万から50万匹の産卵期のサーモンが遡上していると推定した。しかし20世紀半ばまでには川が縮小したことで約3000から7000匹に減少した。サンワーキン川流域でのダムの建設は源流に近い鉱山にあった産卵に適した場所のほぼ全てを奪った。 残された地域はサーモンにとって産卵には好ましくなかった。フライアントダムが建設される前の1944年、サンワーキン川は合計約6000マイルにわたってサーモンの産卵に適した川床が広がっていったと考えられている。しかし1993年にはわずか300マイルと推計された。ダムなどの人口の構造物が 下流に流れていた砂利をせき止めたため、産卵に適したサイズの砂利が補充されずに不足した。このために、鮭の産卵に適した場所が大きく失われた。新たな砂利の補充がないと、強い川の流れによって、産卵の場所となる砂利が磨かれ、そのため次第に砂利は小さくなっていった。小さくなった砂利は、容易に下流に流されるようになり、サーモンが卵を埋めることができない。 大きな岩が残された。より狭くなった産卵に適した川どこに、サーモンが押し寄せ、産卵場所が重なり合うようになった。このことは、メスが卵を埋めるための産卵床を作る際に、既存のそれを掘り返すことになり、その結果すでにあった卵が殺され、または埋められてしまった。川の水温も産卵に影響を与えている。血抜くサーモンの素状に、 最適な温度は春と秋の下肢42度下肢57度である。しかしながら、サンワーキン川回復プログラムの研究によれば、1年のうち77%は下肢57度以上の水温であり、卵の異常や病気の率が高くなっている。ブルーギルやバス類などの肉食性の魚の侵入によってサーモンが捕食されたことも生息数を減らす原因となった。 サンワーキン川と支流のオールド川の分岐点は、多くの水路やデルタ地帯の湿地に分岐し、運河にも分水されるため、サーモンの移動にとって、歴史的に、ボトルネックとなっていた。近年、カリフォルニア水資源局とカリフォルニア漁業、主猟局によって、オールド川との分岐点に、石で仮の壁を設置し、サンワーキン川の本流に魚を誘導する事業が、なされている。 2009年秋には2236匹のサーモンが産卵のために川に戻っていた。政府はカリフォルニア州北部、オレゴン州の沿岸部でサーモンを釣ることを禁止した。近年は魚の孵化場の建設など、サンワーキン川や支流でサーモンの数を増やす取り組みが続けられている。サーモンが川を遡る途中には多くのダムがあるにもかかわらず、 2012年末にはフライアントダムでサーモンの産卵が確認された。農業のための大量の需要とサンワーキン側の水量の不足のためサンホアキンバレーの耐水層が称える豊富な地下水は19世紀後半から重要な灌溉用水の供給源となっていた。歴史的に見れば氷層水だけで必要な水をすべて供給できたがバレーの農地が広がっていくにつれ 地下水を汲み上げるのが普通になっていった。新しい技術の導入により、さらに深く掘れるようになり、電動ポンプの設置により、地下水は川の水と比べて安く容易に得られるようになった。セントラルバレイプロジェクトによる北カリフォルニアからの水の輸送があったことで、数年間は地下水の汲み上げが増えることが何とか避けられた。1977年の干ばつで、 しばらくの間水の供給が大幅に減少し、多くの農家は再び地下水の汲み上げをするようになった。地下水の汲み上げは1960年代にピークを迎え、年間約9 9億立方メートルに達した。これは、現在のサンワーキン川の水量の2倍以上で、セントラルバレーで汲み上げられる、地下水の69.6%、アメリカ全体で汲み上げられる、 地下水の約14%に当たる。1970年の調査では、サンホアキンバレーで1万3000平方キロメートル以上の面積の土地が30センチメートル以上、地盤沈下していた。最も地盤が沈下したのは、面倒田付近のサンワーアキン川が北に曲がる場所で、約8.5メートルも沈下した。いくつかの場所では、地下水面が120メートル以上も交代し、 十分な地下水を得るためには深さ1100メートルの井戸がなければならなかった。連邦政府のプロジェクトなどで新たな水資源が得られた後も途方もない量の地下水が組み上げられ続けた。1961年から2003年まででサンホアキンバレーでは約740億立方メートルの耐水素が失われた。1960年代からは 劇的に減少したにもかかわらず、未だに年間約19億立方メートルが、組み上げられている。地下水の汲み上げによって生じた、地盤沈下は、デルタ地帯から、沿岸部と、南カリフォルニアへ導水するカリフォルニア導水路など、サンホアキンバレーのインフラを脅かしている。地盤沈下は高速道路や電線にも、損害を与えたほか、洪水の被害を受けやすくなった地域も生じている。 2009年、土地改良局は、増水陣以外には、水の流れていない状態が続いている、合計約1 0 3キロメートルにわたるサンワーキン川の2つの区間を復元するために、放水を始めた。この2つの区間は、フライアントダムの下流から面倒た貯水池までの区間と、取水ダムである、サックダムとマーセド川との合流点までの区間である。当初は、 毎秒9.9立方メートルの水が流された。川の流れが増加したことにより、ダム下流の川沿いに広がっていた乾燥した環境が回復しただけでなく、サンワーキン川上流域のサーモンの素状を蘇らせるという最も重要な目的も達成した。しかしながら、サンワーキン川の流れを復元させたことで、 セントラルバレイプロジェクトのフライアント分水が12%から15%減少し、農家からは不満の声が上がった。サンワーキン川への多量の放水は、わずかな流れや汚染された流れも計算に入れれば、合計 246km の流れを復元させた。周囲の農場に散布された農薬や肥料による汚染も、水の流れが薄めてくれると期待されている。その後、 強い川の流れは、カリフォルニアの3分の2の人々にとって、水道の供給源となるサクラメントサンワーキンデルタの塩分を含んだ水を洗い流すことに貢献するだろう。サンワーキン側の復元はアメリカでも最も規模の大きな試みの一つであり、復元にかかる費用の合計は8億ドル、10億ドルに達するだろう。セントラルバレーの農家がおよそ3.3億ドルを負担する予定であり、 残りの資金は、州、連邦政府から提供される。現在は、水のないトゥーレアリコに加え、サンワーキン川沿いの湿地を復元するための努力も、されている。これには農地を、元々の湿地や沼地に戻すというよりも、既存の湿地を浄化し、さらなる水の供給源を調達することが主に、必要となる。湿地は、スポンジのような役割をしており、増水時には洪水を吸収し、 滑水器には溜まった水を放出することで洪水を調節していた。肥料などに含まれる有毒物質をろ過するという効果もあり、サンワーキン側の良好な水質を保つためには重要であった。自然保護団体のダックスアンリミテッドは、サンホアーキンバレーで9300ヘクタールの湿地や沼地を再生する事業を運営するため、 北米湿地保全法の一部として2005年に100万ドルを受け取った。サンワーキン川は中部カリフォルニアの約8万2000平方キロメートルの面積を流域に抱えており、これはサウスカロライナ州とほぼ同じ面積である。このうち約4万2000平方キロメートルはトゥーレアリコに注ぐ。カリフォルニア州内のみを流れる川としては最も、 流域面積が広い川となっている。サンワーキン川の流域は大雑把に言えばサンホアキン、バレエと同義であり、東はシエラネバダ山脈、西は海岸山脈、南はテハチャピ山地が分水嶺である。流域は主に南東から北西方向に幅 185km451km でおおむね太平洋と平行に広がっている。北は 呂大から南はベーカーズフィールドまで州内の17の郡に流域はまたがっている。サンワーキン川下流、オールド川との分岐点サンワーキン川流域の西側や北西側では太平洋に注ぐ川と流域を接している一方、その他の方向では大半がクレートベースンなど内陸湖に流れ込む川と流域を接している。流域の北側には サクラメント川が流れている。海岸山脈は西側を流れるパハロ川、サリナス川やカリッツォ、プレーンとの分水嶺になっている。南では、テハチャピ山地がサンフォアキンバレーとモハーベ砂漠を遮断している。東では、シエラネバダ山脈によって、サンワーキン川とグレートベースンの湖に注ぐ、カーソン川、ウォーカー川、オーエンズ川などの消火線とが隔てられている。 サンワーキン川流域の経済的な基盤は圧倒的に農業がある地になっている。サンホワキンバレーは世界で最も農業生産性の高いの一つだと考えられている。アメリカで農業生産額の多い軍のトップ4はすべてサンワーキン川またはトゥーレアリコの流域に位置している。4つの軍で生産される農作物は年間で、 合計126億ドル以上、バレエ全体では144億ドル以上と推計される。バレエで生産される主な農作物は木綿であるが、他にもサンワーキン川やトゥーレアリコ流域では米、アーモンド、レタスなど200種類以上の農作物が栽培されている。畜産もバレエの主要な産業である。2009年時点で、 サンワーキン川流域の人口は403万9000人で、このうちトゥーレアリこの流域を除くと約190万人である。最大の都市はバレーの南端部、カーン川沿いに位置するベーカーズフィールドで、以下フレズのストックトン、モデストと続く。その他の主要な都市としてはバイセーリア、トゥーレアリ、ハンフォード、ポータービル、マデラ、マーセド、ターロック、 マンテカ、ローダイなどがある。人口増加率はカリフォルニア州内でも最も高く、全米平均の2倍以上ある。サンワーキン川流域で人口増加率が最も高い群はバレエの中央部に位置するマデラ群で1990年から2003年にかけて人口が51.5%増加した。主要な都市の多くはバレエ内の幹線道路である。 カリフォルニア州道99号によって結ばれている。週間高速道路5号線は、バレーの西側において主要な交通路となっている。流域の土地は大部分が、農地や森林で、低木林や半乾燥地域も広い面積を占めるほか、市街地の割合も増えてきている。考えされた農地は、流域の30%を占め、 国有林や国立公園を含んだ森林の面積は26.8%を占める。市街地の割合は少なく1.9%に過ぎない。流域で人口が集中しているのは北部と南部であり、人口密度は川の西側より東側の方が外して高い。市街地の面積の割合は比較的少ないにもかかわらず、流域の人口の半分以上は フレズのベーカーズフィールド、ストックトン、モデストのような愛都市に集中している。サンワーキン側には、シエラネバダ山無役西部から7本の大きな支流が流入している。さらに、キングス側からも分流を通じてサンワーキン側に直接流れ込む。このうち、トゥオルミ川が支流の中で最も長く、流域面積も広く、流量も多い。マーセド川は、長さと、 流域面積で2番目だが、マカラムニー川の方が流量が多い。支流の多くは、灌漑用水に使われる前はもっと流量が多かった。例えばトゥオルミ川のかつての流量は、現在より48%多かった。キングス川より下はトゥーレアリコの流域、セントラルバレー全体では、約9900億立方メートルの地下水を抱えている。そのうち、 1410億立方メートルはサクラメントバレーにあり、8460億立方メートルはサンホワキンバレーにある。サンワーキン川流域の18軍の内ラメダ軍、サクラメント軍、サンベニト軍、ソラノ軍、コントラコスタ軍を除いた人口の合計。これら5つの軍はサンワーキン川流域内にある面積が極めて少なく人口の多くは、 流域外に集中している。季節により、フレーズノ沼地を経由してサンワーキン川に直接水が流れている。ありがとうございます。